私のスイカの切り方、ヘタのあるところ真横にザムンと切ります。よしよし、パリン、美味しそう。ここ気をつけてね。こんな感じで落とします。落としていきます。ここ赤いところ細切り、落としすぎないように。よいしょ。はい、そしたらこういう白いところをこうやってくるくる回しながら2回包丁を横に入れます。ここ気をつけてください。今度は1、2、3、4、3、4、蓋します。持ち上げて、ただポン。はい、カットスイカの出来上がり。やってみてください。バイバイ。